うるさいなこれ。コリドラス導入します。やったー。ちょ、うるさい、うるさい、ダメだこれ。どうも、サモリです。コリドラスを買ってきました。全部で7匹。早速導入します。さ、いきますよ。ほっ、一網打尽。2匹、はっ、よいしょ、ほら、おお、どこ行った？あ、下にいる。早速下にいる。よし、行くぞ。続きまして、一網打尽。2匹、ほい、ほほ、続きまして、どんどんいきます。よし、5匹全部、ほっ、ほら、うわ、無事いった。どれどれどれ、並んでる、並んでます。ちょっとお前よけて、うわ、ちょっとアップでいく。うん、わかる、わかる、赤コリです。通称赤コリ、正式名称は、うん、あれですね、皆さんご存知のあれです。結局ね、赤コリですよ、赤コリ。コリドラスの入荷情報を見て熱帯魚屋さん行ったんですよ。そしたらね、変わった名前のコリドラス、なんかね、中層を泳ぐ魚だよみたいな解説してくれたんで、いやいやいや、砂場で遊ばせてないんですよ、砂場で。結局ね、在庫の、うん、売れ残ってたやつ7匹全て引き取りました。7匹、1匹250円で4匹で1000円、残りのやつ全部ください的なね。はい、全部引き取りました。こっちにもいるよ。落ち着いてます。安いね、1匹250円ぐらいだったらこれぐらいトーンっていう感じで、大量に、大量でもないですね、これぐらいいっぺんに買えるんですよ。ジュリー500円ぐらいだから何千円にもなっちゃいますよね。コリドラスパンダのね、小さい可愛いやつはたくさんいた、10匹ぐらいけどね、今回これ初めてですからね、赤コリ、赤コリは初めてなんですよ。だからね、初めてのやつを買ってきました。お前は青コリ、青コリね、1匹死んじゃったんですよね。3匹だから4匹しかいない。いつもはね、こっちの平原地帯、草原地帯、草原地帯とかに隠れてますね。草原地帯とかで餌探してんですよ。あるいはこっちの奥の草地帯ですね。うん、あそこら辺で餌探してんですね。餌はね、いつもここで与えてるんですよ、いつもここで。それじゃあね、いつもの通り餌をやります。はい、ちょっと今日は時間遅れた。最初はグッピー、お前ら、ほっ、それがだんだん下に落ちてくる。落ちてない。そういう時はこれですね。これでね、いつも与えてるんですよ、だいたい3つかみ。そしたらね、これ一回動画でやったんですけどね、格動画でやったかな。うん、いっぱい来るんですよ、もう分かってる、お前らみんな分かってるか。ほらほら、
そして上にも。ああすごい、お祭り騒ぎになるんですよね。いやーすごい。あ、お前あんなとこに。そこに、そこじゃないぞ。ああ旦那来た、ほらわかるんですよ。いやーすごい。いやーすごい集まってきた。ただ今日ねエビがいないな。いつもエビもねもっと集まるんですよ。あ、エビそっちこっちにいるのか。うん、エビもエビは少ないな。あ、草原でねおこぼれ食べてる。なんか落ちてる。うん、いやすごいすごいね。一応ねこれを目指したんですよ、この過密水槽を。これだけ過密、はい、イメージ通りです。そしてレイアウト水槽との両立、角度的にはねこっちですね。うん、こっちの方が奥行き感と圧迫感、こっちの方がね部屋のスペース的に見やすいんですよ。お客さんゾーンですね。私はいつもねこの角度かな、うん、この角度かな。お客さんゾーンの方がやっぱり構図的にはいいですね。あ、ただこっちもね、ただこっちもいいのかな。うん、角度によって印象変わりますね。こっちはあれかな、砂場を主体とした感じ。うん、こっちはバランス、奥行き感。水草の調子もまずまずです。かなり密度が上がってきました。ここら辺もちょっと前に少しトリミングしたんですよ。1週間か10日ぐらい前に少しトリミングしました。整えるぐらいトリミングしたんですけど、すぐねもじゃもじゃですね。後ろの草たち育ったかな、草がまっすぐになりました。それでね今大変なのは浮き草です。浮き草がかなり成長してます。これはねこれ半分ぐらいは切っていいですね。本体はここにあります。うん、あそこから広がってます。あー、あっという間にね食べちゃった。うん、あっという間です。最近は1日に2回ですね。はい、今の半分の量ぐらいかな、今と同じぐらい与えます。1日2回。グッピーもまずまず調子はいいですね。ヒラヒラしてます。だいたいヒラヒラしてます。お、集まってきた、集まってきました。あれ CO2 はやや詰まり気味。ちょ、カメラが映り込んでる。うん、だんだん水槽が完成しつつある。もしかしてね今がベストかもしれません。全ての水草調子合わすの難しいんですよ。そのうちねおかしくなる。右側のロタラがもう少し育てばベストなんですけど、順調にいくかどうかはちょっと分かんないですね。もしかしたら今がベストかもしれません。また調子崩すかもしれないですからね。ここら辺のふさふさ具合今はいいんですけど、調子崩すと衰退しますから。この前上描いたやつここにあります。石でねまた押さえてますね。ちょっと浮いてるな。少し土入れた方がいいかな。うん、浮いてきてる。土流出して少なくなったんだな。ここら辺流出するポイントなんですよ。ただね流出はあんまり少ないですね。今回バカみたいに流出しません。少し流出するぐらい。いなくなっちゃった。あ、こっちか、ここにいる。あー欲が出てきました。あともう一種類増やしてもいいかな。違う種類のコリドロアス3匹か5匹ぐらい
追加したいですね。また今度お店行った時に追加するかどうか決めます。以上、コリドラス導入でした。ありがとうございました。